関節などで使われるポリキャップなんですけども、えー、ここのパーツ実際に、えー、成形品としててはかかなり柔らかいパーツでできてます、えー。こういったポリキャップを、えー、パーツの中に挟み込んでいく時に、えー、中に穴が開いてますからね、えー、穴が潰れてなかなかうまく、えー、パーツを合わせられないとかそれから実際にはめ合わせる時にちょっと変形しちゃったりとかっていうことできれいに組み上がらなかったりっていう経験を持ってらっしゃる方もいると思います。 そういう時にポリキャップをきれいにっていうか、まあ、うまくねしっかりとはめる方法っていうのがありますランナーでいいんですけどもちょっと長めのところを切ってもらって要は軸を通すような形でポリキャップに入れてもらいますでそのままランナーからポリキャップのパーツの部分をカットしてもらって それを要は持ち手の代わりにしながらパーツに挟み込んでもらいますそうすると軸が通ってますからポリキャップが潰れることもありませんししっかりと持ちながらやってますから変形させることもなく実際にこうやって稼働させてハマってるかどうかを確認してもらうとしっかりと組み込んだ状態っていうのがわかると思います